第3回ガマントスラジオ始まりますよっよっ、はい、よろしくお願いします。お願いします。今回は当然ながら九州ダービーの、振り返りか、まあ、感想会、うん、やっていきます。はい。いやー、まあ、まずじゃあ90分通しての感想から、まあ、前半からいこうか。うん。どうでしたか、マッキーさん。まあ前半の前半10分15分ぐらいは結構福岡、うん、まあ、出足も良くて前からどんどん来るし、うん、っていう感じで、うん、セカンドがなトス、うん、バタついてた感あったけど、まあそっからはもうずっと基本トスペースでボールも回しながら進んでたし、まあ、惜しいシーンも何個かあったんか。前半はいいのがなんか切り込んで左足でシュート打ったりとか、あの銭湯のシュートからあの山下ちょっとこぼれてきてみたいな、ああはい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 、うん、とか、まあまあ悪くはなかったと思うけどな、うん、確かに前半全然流れ的にも、うん、まあ、多分15分ぐらいまでやな、15分ぐらいまでちょっとセカンド福岡に拾われて押し込まれたりしたけど、うん、まあその後はもういつも通りというか、うん、まあまあでも逆に入りんとこでさ、そのつなぎのミスとかする方がちょっとしんどいから、まああんなもんでいいんちゃうかなと思うけどな、うん、変に最初からミスするより、まあ、まあ最初はちょっとまあある程度蹴っといて、うん、うん、まあ結構しかも、まあ、その後のセカンドボールは結構福岡が立ち上がりが持ってた感もあったから、うん、なんか最初の15分とかってまあ結構なんていうんやろう、その予想通りの展開になれへんみたいな言うしな、サッカーって。まあまあ15分ぐらいから落ち着き出して大体お互いいつも通りの感じになるという、そうやなっていう展開ではまあまあ普通でしょう。まあまあまあ確かに、うん、福岡もなだいぶ気持ち出して結構ガツガツ来てたからな、うん、ダービーってことで、やっぱなダービーやからな、うん、まあまあ強いて言えば今まで前半で結構点取れてたのがトスやったから、うん、まあ、どっかで取れたらよかったけど、まあまあ前半こんなもんでしょうっていう感じの終わりやったな。まあ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 福岡も最後のところはやらせへんようにしっかり固めてたからな、うん、まあ守備のねいいチームですから、うん、うん、で後半、後半な、まあ、選手交代はお互いなしよな多分、あスタート、うん、変えずによな多分、ああなかったと思う確か、うん、そうやな後半最初にだから林が出てきてんな、山下がイエローをもらってちょっとレッドはあかんぞみたいなところで林出てきてまあまあまあ多分元からのプランであったやろな、うん、林途中はそれはまあ出てくるでしょうって感じやけど、んで福岡が前半から結構めがけて蹴ってた三國に変えて田辺聡太をその入れるというかあれやな、その後半の入りもちょっと押されたな、あ結構、うん、前半からミクニーにめがけて蹴ってたけどあんまりうまいこと入ってなかったけど、後半の立ち上がりは結構うまいこと入ってた感はあるな。そうそう、急にミクニーへのボールの精度がやっぱかなり高いのが入ってきて、うん、やっぱちゃんと来たらちゃんと競り勝つっていう、やっぱあれちょっと古き良きトスを思い出すよな。あトヨタトヨタやっぱあっこからそんなんていうこぼれ拾ってそっからみたいな、でちょっと一回ワイドに入れてもう一回中のトヨタみたいな、うん、だから確かに、うん、あれはあれで分かりやすくていいよな。初めて
ちゃんと福岡の試合見たけど、結構まあどの相手にでも通用しそうな戦術ではあるけどな。うん、まああれ、まあ、金監督になる前のトスは基本的にああいう感じで来てたからな。それでもう10年目やからな。でその後福岡が結構な、もうどんどん変えていったん、うん、確か金森も結構石津も、うん、金森もアウトするし、サロモンソンもアウトするし、結構もう何やろ、早め早めに福岡は打ったのに対して、トスは最終37分に小屋松に変えて石井で、もうロスタイムに中野に変えて大畑入れただけ。なるほどな。まあまあ、だから後半の入りちょっと福岡にまた競り合いからゴール拾われてみたいな苦しかったけど、まあちょっと時間経ったらまた前半の終わりの感じでトスペースが続き、うん、で途中であるよな、この90分の一番のビッグイベント、あー、ホンダのゴールね。ホンダのゴールかと思いきやオフサイド。いや、あれオフサイドじゃないで。いや、それはでもな、言い出したらもうキリがないから。俺のあのリプレイの映像にはオフサイドじゃなかったんけどな。まあしゃあないか。まあそう言いたい気持ちもわかるけど、もう VAR 確認 しましたと言われたらもうどうしようもない。うん、どうしようもないな、うん、これはちょっとぐちぐちよりかは他で点とか取っとかなあかんかったよっていう話もな。それにしてもオフサイドやったけど、あのイーナのクロスはマジですごかった。あれはすごかったな。いやー、だってちょっとなんかアウトにかけたボレーやろ。うん、そんなんできんねんやっていう。なんかあんまりそんなんできんねん。ドリブルで縦突破してクロス上げてコーナー取るしかできへんと思ってたから。しかできんはまあ言い過ぎやけど。でもまあ基本的にイーナのパターンそうやからな。うん、基本だから結構トス左サイドで作って回しながらで右に大きく展開してイーナの縦突破みたいな。ああ、そうやな、うん、左で、そうそうそう、若干まあその、そう、右で孤立してというか、うん、あんなことできんねんや。まああれはな、ほんま一瞬喜んでんけどな。いや、これだってもうオフサイドじゃなかったら絶対ベストゴール的なやつに入ってるで。うん、まあ他のゴールまだ見てないけど。まあまあまあ、でもだから林後半入れて後半10分ぐらいからもう基本ずっとこっちのペースやってんけどな。うん、まあ、まあ最後ちょっとちょろちょろあったけど、だけど危ない危ないみたいに。で結局まあスコアです。悔しいね。うん、まあ悔しいな。トスのペースやったからな。金もだいぶ怒ってたし、うん、だいぶ怒ってた。だいぶ相手に1点取れなあかんって、点取れなあかんって言ってたし、自分らの弱いところが出たって言ってたし、最初の回答だって自分たちの力のなさを実感しました以上ですって感じやったやろ。もうそのまま帰っていくかと思ったもん。うん、以上ですって言った。まあいや、まあだからなんていうか、清水戦に似たようなまあ流れかな。取りたかったけど取りきれんかったような展開。まあ内容で言ったらやっぱこっちの方がいい、良かったやろっていう。確かにそうやな。ということでスコアレスですが、じゃあもしマッキーが監督やったらどういう采配をして、はい、ダービー見事に勝利に導くのか。いや、勝利に導けるのかは分かれへんけど、それは俺プロじゃないし、まあ、でもな、現場の人じゃないから、まあ、で選手のコンディションも知らんから分かれへんけど、そうやな。まあでもちょっと明らかにもう後半残り中野とか多分結構バテてたと思うねんな、うん、でまあいいのもやけど、いいのに変えて入れた大畑ももうラスト1分とかで入れてるから、いいのに変えて大畑、まあ、とはいえ中野ちゃう、そう、
あ、そうそう、中の中の、うん、あ、ほんまや、中の中のアウトの大畑院か、そうそうそう、だよな、両サイドのとこやな、多分相当上下あれしたから疲れてたから、もうちょい早めに入れてもよかったかなっていうのはあるけどな。確かにな、さ、俺も思った。まあとはいえでも酒井ってサイドできるん？サイドはできるやろ、開幕だって左のサイドやろ。あ、そうやったっけ。もう俺センターフォワードで点取った記憶しかないわ。違うね、あればそういう補強じゃないね。まあ、しかも多分元は右サイドもできると思う普通に。まあそうやな、やとしたらちょっと早めにそこを変えて入れるか、まああとはその田代センターバック控え入れてるから、なんか田代もうあとどうしても1点取りに行きたいんやったら、エドアルドもうそれこそパワープレーみたいな感じでセンターフォワードに上げて田代入れるとか思い切るな。まあでもほんまに普通にどうしても1点欲しいみたいな時ってあるやん、全然センターバック前上げるの。あるけど、そういうことをできる選手おらんのかなっていうのは思った。ああ、まあまあまあ、高さ出すのはわかるけど。単純にな。うん。ただちょっと印象としては最後まあトスが押してるとは言え、うん、福岡ガンガンライン下げても出てこへんみたいな感じでもなかったからな。結構なんかラインやっぱ高くして、うん、あれやったから、そんな難しさあったかもな。もうずっと前線に残ってていいんやったらエドワルドでもいいけど。確かにな、カウンターで一発福岡も狙ってたな。うん、というか、はい、そのカウンターもやし、結局その最初のラインもあんまり下がってなかったよ。結構もう相手のフォワードが自陣のハーフラインより下がったりすることもあるやん、うん、もう全然、うん、もう完全守りきりますみたいな、うん、でも意外と高かったラインが。まあな、 あとはあれやな、セットプレーやわ。セットプレーから、ね、まあ、この試合でどうこうっていうもんじゃないやろうけど、もうちょい準備した方がいい、作った方がいいんじゃない分かれんで、めっちゃ作ってるかもしれんで、そらそうなん、開幕節でコーナーキックのあの一列に並ぶやつはもうやめたけどさそらでも考えてないことはないやろ。まあな、うん、まあそらそうやろうけど、ちょっと感じもうちょっと感じたいな。あの銭湯のあのいい位置のフリーキックとか、うん、まああれはまあまあしゃあないけど。ああまあな。原川がおってもあれは無理か。角度悪いな。あ、そうやな。原川がなプレスキッカーやったからな。いやでもやっぱなコーナーからマジであの直接頭で合わせてとかないからな今年まだ。フリーキックとかもないよな。あのこぼれをエドワルドが決めたのあったけど、ああったな。まあだからこういう展開ってほんまになんかセットプレーとかなんかそういうのでポロって、うん、取って1対0とかで勝ちとかもようあるやん、うん、なんか他の試合とかもよう見てたら、うん、だからそういうのもバリエーションとしてあったらさらに勝てんのかなって個人的には思ったかな。確かに正直ちょっとベンチメンバーがなんていうのかな、そういう流れ変えるような選手がパッと見あんまおらんよな。まあちょっとそうリャンとかな、どういう俺が思うにどういう役割でちょっと入れたいんかはちょっとキーンがどう思ってるのか分からへんけど、ああいう展開ってやっぱちょっとドリブラーとかさ、うーん、一人な仕掛けてかわしていけるような選手とかおったらなんかそっからなやっぱ怒ったりするやん。まあな、俺的にはそこ本田風知がな左サイドで持ってなんかカットインとかしたら面白いけど、まあ今日はスタートから出てたし、うーん、イメージ石井はなんかそんなドリブラーって感じじゃないような気もするし、そうやな、ちょっと石井は前も言ったけど俺のお兄ちゃん、友達のお兄ちゃんの顔面に似てるからさちょっと期待してんねんけど
まだちょっと見えてけえへんのよな。石井はな、やっぱ細かいとこうまいっていうイメージやな。うん。テクニック。だから、ホンダにまあ似てるかもな。ホンダも中央で結構プレスるやん。そんなイメージな。あの、去年の FC 東京との試合のゴール覚えてない？誰？え？石井の。全然覚えてないわ。ペナルティエリア結構囲まれたとこから、みんなが思ってた方向じゃないとこの金森にくるってパスして、ですぐワンツーで金森がすぐポンと落としたとこをペナガイから右で巻いて入ったやつ。全然覚えてないよ。 3-0 で勝った試合の1点目やからちょっと見直しといて。それあれじゃん、あの森下が点決めたやつじゃん。そうそうそう、2点目は森下がカットインしてあの2は抜いて。ああ、そのゴールだけ覚えてるわ。3点目ウッチーのゴラッソやで。ああ、あったあったあった。うん、それの1点目、それの1点目だけ覚えてないわ。あれが石井の特徴やと俺は思ってる。また見とくわ。うん、感じやな。これだからちょっと外国人ドゥンガオホエドゥが来たらもしかすると、まあそうやな、そこがまだやもんな。こういうアクセントになって、っていうかやっぱこういう展開ってボール持つチームって絶対あると思うね。うん、もうペースはこっちやけど取りきれんっていう。川崎もやっぱそういう時期めっちゃあったと思うね。それでさ、俺覚えてんのがダミアンとってさ、これ今までこういうなんか最後人を下りんっていうところのダミアン来たんちゃうみたいなってたの覚えてるからさ、まあ、やっぱそういう段階に来てるのはすごいけどな。まあな、はっきり言った今までトスはやっぱボール持たれて守る側というかそういうのが多かったチームやから、それをやっぱ内容でこっちの方が良かったって言えるのはすごいことやで。まあ確かに、うん、だいぶチームのあれは変わってきたな。うん、まあでこっからちゃう、こっからやな。だからこれもう今2試合あるし、清水と清水と福岡、こういうスコアレスの取り切れん試合が、うん、こうな、これこっからどうやって取っていくか。そうやな。外国人は今月入国できるのかな。今月中入国みたいな感じじゃなかったっけ。それ加わったら、まあ、まあまあまあどんぐらいやるんか分からへんけど、うん、まあフィットするに相当かかりそうだな、勝手にそう思ってる。まあでもせっかく取ったんやったら使いたいっていうところもあるやろうしな、うん、今のメンバーの選手らもさらにちょっと頑張らんとメンバー入りすらできへんみたいな感じになったら、まあいいなんか競争みたいになりそうやけど な、うん、みんな調子いいしな。確かに、まあ、次節セレッソ大阪次やで。まあまあまあ、これだからまたさらに対戦相手の中で一番順位の高いチームになってくるでしょう。ここじゃほんまに、ここ相手に今までできてたサッカーを貫いて勝ったりしたらほんまにな、 ACL 圏内とかあるんじゃない。うん、確かに楽しみや。次はまたじゃあそのセレッソ戦のプレビューも動画にしたいと思いますので、今日はこの辺で。はい、お疲れ様です。はい、さよなら。